ルマンフットボールクルブはフランスルマンに本拠地を置くサッカークラブチーム。旧称はルマン u c 七十二 MM R レーナクラブの母体であるルマンスポーツクラブは八百八十九年に創立されたがクラブチーム US ルーマンができたのは1九百二年であった。現在のクラブはその US ルーマンと SO メンヌという二つのクラブが統合して九百八十五年に 創設されたため、チームとしての歴史は、まだ浅い。1999から2000シーズンにフランスカップで、ベスト4まで勝ち残るなど、2部所属のクラブとして力を、蓄え、2003から04シーズンに一部へ初昇格。しかしながら、シーズンを19位で終え、わずか1年で降格した。2004から05シーズンのスタートダッシュにも失敗し、 最小格への先行きが危ぶまれたが、シーズン途中から監督に就任したフレデリック・アンツの指揮もあり、シーズンを2位で終え、一部に復帰した。2005から06シーズンは一時2位につけただけでなく、そのサッカーの内容も高く評価され、ルマン旋風を巻き起こした。2010年、クラブ改革の一環として、チーム名を現在のものへと変更。また、翌年1月には、 新スタジアムの完成に伴い、スタッドレオンボレから25,064人収容の MM アレーナをメインスタジアムとしている。2011から12シーズンにリーグアンから降格。さらに、翌2012から13シーズンも成績不振によりリーグ2の自動降格となる19位で、終えると財政難を理由にメーヌ地域リーグディビジョン DOO が2まで降格する。 ことが決定した。優秀と目されるユース組織ともども今後の躍進が期待される。実際に若手が多くを占めるチーム構成に特徴がある。2004年から4シーズンにわたり松井大輔が所属。一部への昇格に貢献したことや、その美しいプレーからファンの間でル・ソレイユ・ジュマンズと呼ばれた。2018から19シーズン。 カゼレクアジャクシオとの昇格プレイオフを制してリーグ2に復帰した。ありがとうございます。